プルプル、スラリンメタリンの世界一当たらない取り紙反省会。わー。どうもどうも、スラリンメタリンでございます。2023年1月第4週、ネギシステークスとシルクロードステークスの振り返り反省会です。結果がこちら。ちなみに、ショート動画の注目馬の結果はこちら。そして、2023年通算成績がこちら。メイン動画の本メイン動画、どちらも1着で今週はプラス。欲を言えばシルクロードステークスの2着、ファストフォースは狙えなかったかがポイントになると思います。去年3着のナランフラグも今年のファストフォースも前走タンザナイトステークス。来年はもしかすると穴候補はここから狙うかもしれません。あともったいなかったのが、ショート動画注目馬に挙げたブーケファロス。好走条件に挙げた G2 以上の重賞経験馬は屋久島、フロムダスク、ブーケファロスの3着。まさか3分の1の最下位を指名してしまうとは。残り2頭が1着3着だっただけに悔やまれるミスチョイス。データを見直すと、イン有利、外枠は買えないという傾向。この見落としが原因でした。ということで、来週はこの反省を生かしつつ、2月5日の東京新聞杯、如月賞の予想をメイン動画に、2月3日深夜にお送りします。同時に2月4日のリセットクラスの注目馬もショート動画でリベンジしたいところ。それでは最後に来週に向けての運試し、ハイローゲーム、さあどちらでしょう。ではでは。